ペイペイ運用してますか。はい。ということで、えー、前回の動画からね、だいぶ1ヶ月ぐらい経ったんですけど、えー、全別ッしてどうだったのかっていう話で、えー、132,469円を、えー、ペイペイビギナーズラックの方に、ビギナーズラックじゃないな、スタンダードに、スタンダードコースに入れた結果、はい。えー、こうなりまして <laughs>、3000円ぐらいマイナスになりまして、 これね、どれぐらいだ ?3 月20日あーまあ、5日か6日、1週間ぐらいかあの、運用して、まあ、マイナスこんだけ出ちゃったんで、3000マイナスかつって引き出しちゃいました。で、引き出して、まあ、悔しいじゃないですか。で、悔しいんで、それからね、あの、ちょいちょいこうやってて、ちょいちょいこういろいろやってたんですよ。ちょいちょいやってまして、ちょいちょいやってて、いろいろやって、いろいろ、いろいろやって、で、今結果、えー、11万、 5, になりましたただ、これ全部運用で損したわけではなく、途中で、まあ,あのこの時点で12万ぐらいあったんですけど、この時点で12万9400円、492円、これ、おろしました。チャージして下ろしたんだけども、このね、1万円ぐらいは、このボーナスからなんか支払ったりとか、なんか、 飲食代で払ってるので、まあ、全部が損失したわけではないんですけども、多分僕の肌感覚がどんぶり干渉ですけども、多分1万円ぐらいは使ってるので、ま、あこれ119,000円でしょで、今、えー、っと、万。だ5,000円ぐらいはマイナス食らってるかなって言った感じですね。1万円ぐらいは使ったんで、そのボーナスからね。その区間で。で、その後もちょいちょいこういろいろ刻んでいろいろやってみたんですけど、今また、これはね、えー、っと、えー、っと、 チャレンジコースにぶち込んでます、全部。11万8000円をチャレンジコースにぶち込んで、えー、2日ぐらいですか ?2 日経って2600円ぐらいマイナスです。で、もう、あのね、ちょいちょいやるのやめました。これね、ルールをね、ちょっと作ろうかなと思って、結局その、ちょいちょいやると、ちょいちょい抜いて出して、まあ、うん、なんだろうな、うん。見えないんですよ。だから大体その、 スパンとしては、このスタンダードとチャレンジコースともう一つの今、あのコースが三つコースあるんですけども、まあルールとしては、まあ一週間とかもしくは一ヶ月、まあこのスタンダードコースに関しては、あの短期、短期なんだけども、うん、チャレンジコースはね多分ね、最低でも一ヶ月スパンで見た方がいいかなっていう見解ですね。 うん、ここんここ、なんか、ウクライナの,じあの戦争がおあってからちょっと結構落ちたんですけど、結局またぶり返してるんですよね。そううだからまあ、そのまあ、入れるタイミングによっても変わりますけども、うん、やっぱ1ヶ月ぐらいは見ないとね。だスタンダード交差一1週間ぐらいのスパンで見ようかなってまあ、これもまあ、ちょっとずっと運用をいろいろしてみて、じってみて、ただ僕の、 イメージとしては、10万を切ったらもう、やらないって感じですかね。さすがに。さすがに10万を切ったらもうやらないっていう感じですね。まあ、とりあえず置いとくっていう。だから、10万が余剰資金として、 あ10万より12万とか13万あるんだったらその2、3万が余剰資金みたいな感じで10万は担保しとくみたいな感じですね。一口10万は担保しとくと。で、その2、3万の範囲内の許容範囲で動いてるんだからだったらみたいな感じにしようかなと思います。うん。 で、あとね、なんかね、この運用もね、あの、ちゃんとデータ取らないと、結局、その、僕ペ、PayPay ペで使ってるんで、毎回毎回ボーナス追加されるわけですよ。なので、わかんなくなるんですね。<laughs> だから、その、前回いくら追加したのか、あーとか、それをしっかり、やっぱね、これ、エクセルで取った方がいいかな、っていうところで、ちょっとエクセルでちょっと取ります。スプレッドシートで。うん。 そう。だから、とりあえずこれね、多分ね、うん、まあ、とりあえず、肌感覚でやって、スプレッドシートは、まあ、一年、もうちょっとね、一年経つんですよ、多分。運用開始してから。うん。だから、まあ、一年間いろいろ、あの、りで見た上で、まあ、そうは言ってもね、全額なくなるってことは多分あんまないと思いますので、うん。その中で、まあ、ちょっと、これからは、スプレッドシートで、いくら、 入れていくら出したのか、そして、えー、いくらあれだったのかっていうのを細かくデータを取ってこうかなと思いますね。うん、じゃないと分かんないあの。日々ポイントを追加されるので、そう。だからまあちょっとこうデータ付けをちょっとやっていきます、今後はしっかりと。うん ま、今後はちょっと、スプレッドシートに書いていこうかなと思います。ただ、とりあえず様子見でね、まあ、今、今まで通りやっていきますけど、今後は1年経ったら、もうちょっとで1年、あとは数ヶ月で1年経つと思うんで、はい。ということで、まあ、5000円ぐらいマイナスですかね、運用して、多分。トータル的にマイナ、プラスになってないんじゃないかな、っていうのが肌感覚ですね。 うん、だそれも全部、実際どうだったのかっていうのは全部データ出すために細かくスプレッドシートに書きます。はい。反省ですね。これは <laughs>。反省 <laughs>。もうわかんなくなります。本当にこうデータ取らないとマジわかんない。こあの日々、まあ、ペイペイで決済するとどんどん溜まっていっちゃうんで。うん。そう。はい。ということで、とりあえず、まあ、マイナス食らったということですね。 今もマイナスです。これはちょっと様子見て、まあこれはこれでまあ、どうなるのかなっていうところで。まあ許容範囲としては10万、あとだから触れ幅としては1万5000円の触れ幅まで、マイナス1万5000円までは耐えられるとられことですね。だから今マイナス2000円になってますけども、マイナス1万5000円、あと枠がそんぐらいあるんで、そこまでちょっと耐えてみる、見てみるっていう感じですね。はい、なので、まあ今後、 どうこれがプラスに展示するのかだから引き出すタイミングです今度はねまあその,さいそのロスカットの最低が1万5000円のロスカットプラス1万5000円だったらもう10万切っちゃうんでロスカットするんだけども、えー、じゃあ引き出す時のタイミングがどうするかですよねうん引き出すタイミングはちょっと考えます <laughs>、うん、まあ取,り取れる分だけ取りたいですけどね でも、あの、今、やってるのが、なんだ。うん、チャレンジコースなんで、ちょっと触れ幅大きいので、うん。そう。ちょっと考えます。はい。ということで、えー、イペイ運用。はい。なんかね、ポイント、ペイペイボーナスからペイペイポイントになりましたね。そう。それは大人の需要で多分ペイペイポイントになったんでしょうね。うん。 まあ、とりあえずちょっとこれ運用マスターしてね。運用マスターするというよりかは、まあ、これでちょっと前、あの、1年で利回り10%ぐらいは取りたいですね、1年で、うん。だから10万入れたら1万円か、1年で1万か、30%ぐらいだったら3万ですよね。うんまあ、まあ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 、運用資金によって変わるので、まあちょっと頑張っていきます。はい。ということで終わります。ありがとうございました。